女性の素顔探りたーい。さあ、このコーナーはゲストのプライベートの写真を見つつ、その女子力の秘訣を明らかにしていこうというコーナーでございます。ブログとかツイッター、インスタグラム等々で一回も出していない写真を持ってきてもらいました。おう、もうこれなしですよ。ありました？ありました。ありました。はい。じゃあ早速ひとみさんの、プライベートの写真1枚目いきましょう。こちら。あれ、あれ、はい、これ先月2月に、うん、家族でパリに旅行に行ったんですけど。パリに行くんですか？家族でパリに行くの？パリに。おしゃれ。その時の資金の内職ですか、これは？行く前の部屋で内職してコツコツ貯めたお金でってことですね。何年前なのこれが。これひとみさんですか？これ私なんです。誰か？だいぶイメージが違いますよね。服装もちゃうしさ。そうですね、もう完全に防寒でカジュアルに。でも子供っぽく、ね、見えますよね、ちょっと。あ、そうですね、うん、確かに。え、寒いの？パリって言います？すっごい寒かったです。そうなんですね。家族はお父さんとお母さんとお兄ちゃん？妹2人です。え、3姉妹3姉妹お父さんなかなかちょっと肩身狭いというかね、女の子ばっかりの家族で。そうですね、ワンちゃんしか男の子がいないので。まあ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 、あ、なるほどね、そういうことか。え、じゃあ5人で5人で行きました。これ今何してるところなんですか？これは何してんの？これはパリ、フランスの有名なレベットっていう靴屋さん、日本にもあるんですけど、うん、はい、パリが本店で、そこに行くとオーダーメイドで靴が作れるんですよ。へぇ、自分で生地とかも選んで、はあはあ、生地とあの枠、はいはい、紐と縁とか枠とか、あと形もヒールがあるものないものとか結構選べて、こういう感じで、はい、色を選ぶ。色とあと革がいろいろあって全部違うんですよ、質感とか。おしゃれやな。いや、この写真だけ見たらもうアナザースカイやで、これほんまいや、ほんまにすごい、めっちゃされてるやん、これ。ほんまやね。奥のハゲた？かわいそうよ。ハゲた言うてんや。素敵なハゲて。素敵なね、なんか紳士2人が、紳士と、ね、女性の方いらっしゃって。ほんと？こんな画角で写真撮りますか？ええなぁ。普通素人が撮ったらね、逆光やから飛びますけどね。そうね。それいいカメラでちゃんと押さえてるわ、光考えて。お母さんが撮ったんで写って。すごいな、これ。ハゲもぼかして真ん中にピント当ててるからハゲがボケてるんですよ。写真の撮り方ですよ、これ。天気もええしな。お母さんに見せたいわ。はい、じゃあ次の写真いきましょう。2枚目いきましょう、どうぞ。はい、これはお部屋ですね。かわいい。え、お部屋？家の？自分の家ってこと？自分の部屋です。狭っ。これどこで寝るんですか？一角や。え、一角や。一角です。あ、一角なんですね。一角や。あのスペース寝へんわ。あそこに布団敷いて寝へんわ。いや、あれが部屋用だからね。これは何ですか？買ってきたやつってこと？フランスで。そう、あ、これは絵はニューヨークで買いました。何やねん、その話。ちょっと待って。いやいや、そうやろ。愛人いるでしょ。やめてくださいよ。パリもニューヨークも家族で行きました。ほんまか？そんなん出えへんで、どこ行くってなって。でもめったに行かないですよ。ニューヨークはお父さんが単身赴任してたので、帰ってくる前に行っとこうっていうので、パリも妹が留学してたんで帰ってくる前に行っとこうみたいな。へぇ。三宅さんで検索すると三宅一人金持ち。ええー、違う、なんかも持って持ってそう、そういう風になっちゃったんですよ。だって俺は36年間来てて、家族で海外旅行なんかしたことないね。いや、だって京都に住んでたけど、そう、その名古屋に出るんもそうそうそう、すごい不安やし。不安やで。そうそうそう、もうほんま琵琶湖、滋賀県の琵琶湖行くくらいがほんまちょっとした大旅行やん、俺らからしたら。そうそう、いや、なかなかやね。ある海外行ったこと、家族で。ない。海外はありますよ。あれ、あるの？どこ行ったの？ハワイ。あー、すごいな。なんなんその話。それもお父さんが行ってるから行っとこって。なるほど。そんなにないんだよね。そういう機会じゃないとなかなか行けないよね。なるほど。いや、それでもニューヨーク、え、真ん中のあのヒールの？ヒールの絵はニューヨークの本当に、うん、道で屋台みたいな感じ で売ってたんだ。絵がたくさん売ってる店があって、そこでもう一目惚れして買いました。いや、なんかラインがね、ラインがものすごくおしゃれというかさ、なんかドラマ普通のね、うん、ドラマみたいな話やな。ニューヨークのこのいわゆる露店で売ってる、露店で、そうです、名もない人が買いたい絵を
買ったってことでしょ。もう大量にあるんで、その中からわーって選んで厳選して買ってきました。買うなんてうまいもんな、ニューヨークで。あ、これは何ですか。